剣道。剣道は、全日本剣道連盟が定義する日本の剣術を競技化した武道。本項目では、他の団体が定義、主張する項目も記載する。剣道とは、一般的な、剣の道や剣を使った競技という意味ではなく、全日本剣道連盟が定義したものを指す。古武道剣術のうち江戸時代後期に発達した、防具着用の市内稽古。 激拳を直接の起源とす。江戸時代末期、幕末には流派を超えて広く試合が行われるようになった。明治時代以降、第二本部特会が試合規則を定め競技として成立した。複数の流派が集まって成立したため、柔道の可能時五郎のような特定の創始者は存在しない。太平洋戦争後に第二本部特会は解散し、 その後発足した全日本剣道連盟が事業を継承している。現代の剣道は事実上スポーツにも分類されるが、全日本剣道連盟は、剣道は剣道具を着用し、市内を用いて1対1で打突し合う運動競技種目と見られますが、稽古を続けることによって、心身を鍛錬し人間形成を目指す武道です。としている。江戸時代中期の聖徳年間。 1711年から1715年に、自家新加流の長沼国号画面、小手を製作し、市内打ち込み稽古法を確立した。法歴年間、1751年から1763年に中西ハ地刀流の中西コブが防具を鉄面具足式に改良した。防具の発達に伴い袋地内より強固な四つ割市内が作られるようになった。 江戸時代後期から末期には、市内内中心の道場が交流し、流派を超えて試合が行われた。幕末の江戸三大道場と言われる、鏡、新明智流士学館、北新一東流玄武館、新東無念流連平館や、幕府の設立した公部所が有名である。北新一東流の創始者、千葉修作は、剣術の技を六十八点に分類し、 後部所頭取並みの小谷信友は、市内の全長を三尺八寸と定めた。当時の市内試合はあくまで真剣を使った戦いに、勝つための訓練の手段として行われ、競技を目的にはしていなかった。審判規則や、競技大会はなく、十本勝負が通例とされていた。明治維新によって、武士の身分が廃止され、配当令により立て脇も禁じられ、 剣術家は失業した。これらの困窮した剣術家を救済するため、直進陰流の坂木原鍵吉は、明治6年、1873年、激剣工業という剣術見世物を模様し、新たな事業とした。激剣工業は、物珍しさから満員御礼となり、これに刺激された二代目、斎藤薬郎、斎藤慎太郎や、千葉藤一郎、千葉の種、 島村伊佐を渡辺楽之助など他の剣術家も争って激剣工業を模した。その数は東京府内で三十七カ所に上り、名古屋、久留米、大阪など全国各地に広まった。しかし、この人気は庶民の一時的な好奇心に過ぎず、やがて人気は下火になっていった。激剣工業によって剣術の名脈は保たれたが、 客寄せのための派手な動作や異様な掛け声などが、後の剣道に悪い影響を及ぼしたという意見もある。明治10年、1877年、静岡反乱西南戦争に従軍した、警視庁の抜刀隊が活躍し、剣術の価値が見直された。大警視、河地俊夫氏は、激剣再高論を表し、警察で剣術を奨励する意向を明らかにした。明治12年、 1879年、巡査教習所に道場が設けられ、上田馬之助、梶川吉正、泉宗介が、激犬世話係として、最初に採用された。その後も、新海、忠厚、下江秀太郎、徳能関四郎、三橋寛一郎、坂部大作、柴田守守などが採用された。激犬工業や、地方の剣術家も続々と就職し、 明治16年1883年には一道場の師範として通用する警察官の数が200数十名に達した。警視庁は警視流木立家たちや劇研究くらいを定め、弥生神社で全国的規模の劇研大会を開くなどして、明治前期の剣術の最大の拠点となった。地方の警察もこれに習って剣術を奨励し、一般社会の剣術の復興を促した。 明治28年、1895年、平安戦と1100年記念や、日清戦争の勝利によって、日本武術奨励の機運が高まり、大日本武徳会が結成された。総裁に、正松宮昭人新王、皇族、陸軍大将、会長に、渡辺千秋、京都府知事、副会長に、三部元雄、平安神宮宮司が就任した。同年に、 第一回の武徳祭大演舞会、現在の全日本剣道演舞大会が開か、優秀な剣術家に精錬賞が授与された。第日本武徳会は、流派を超越した統合組織として、毎年の大演舞会の開催、各府県支部の設立、武徳伝の造営、武術教員養成所、後の武道専門学校の設立、段位称号、藩士、教師、練士の授与、 試合審判規則の制定など、現在まで続く剣道の制度を確立し、太平洋戦争敗戦まで、剣道の総本山の役割を果たした。学校教育に剣道を採用する議論はすでに明治16年、1883年から行われていたが、指導が難しく有害であるとして見送られていた。剣道家の衆議院議員保守の先祖、小沢愛次郎らの西岸運動により、 明治40年1907年に衆議院で可決され、明治44年1911年に剣道が中等学校生科の体操の一部として実施されるようになった。剣道教員の養成機関となったのが、武道専門学校、竹仙と東京高等師範学校、講師である。竹仙教授内、藤高治と講師教授、高野佑久郎は、 当時の剣道会に大きな影響力を持ち、西の内藤、東の高野と言われた。従来の個人教授法では他人数の生徒を教えることはできないため、高野タスクサブローは集団に一斉に教えるための団体教授法、号令に合わせて集団で動く練習方法を考案した。また、第二本部特会は全国から25名の剣道家を選抜し、 中東学校剣道教育のための第2本、帝国剣道系、現在の日本剣道系を制定した。剣道という語は、江戸時代や明治時代にも、使用例はあるが、多くは、剣術、激剣,剣と呼ばれていた。剣道の名称が、法規上正式に使用されたのは明治44年、1911年に剣道が、中東学校生の一部として採用された時で、 明治末から大正にかけて、剣道という名称が定着した。大正八年、1919年、第二本武徳会副会長に就任した西久保孔道は、武術から武道への名称変更首相し、第二本武徳会においても剣術は、剣道と呼ばれるようになった。なお、当時は、古流剣術と近代剣道の違いはあまり意識されておらず、流派名を名乗る、剣道家も多かった。 従来の剣道大会は個人ごとの試合のみで、ジュニーを競うものではなかったが、大正13年、1924年から開催された明治神宮体育大会や昭和初期の天覧試合では、リーグ戦やトーナメント方式で優勝者が決められた。これは当時としては、画期的な試みであり、剣道が競技、選手権大会として確立するきっかけとなった。しかし、これに反対した。 剣道家毛利、明治神宮体育大会や第二本部特会が当初、不参加を表明、昭和天南試愛は内藤隆治が強行に反対したが、国家的行事であったことからやむなく従っている。第二次世界大戦改戦により、日本は戦時体制に入った。太平洋戦争中の昭和十七年、1942年、政府は第二本部特会を、厚生省、 文部省、陸軍省、海軍省、内務省の教官とする外閣団体に改組し、国民の戦意公用と戦技訓練のための機関とした。戦時中の剣道は、戦場での白兵戦を想定して行われ、競技としての剣道とは一線を画したものとなった。打突を残突という表現で呼称し、攻撃的な先の技を重視して、軽いうちや、 片手技は認めないものとされた。試合は一本勝負が奨励された。昭和20年、1945年、日本が敗戦し、連合国軍 GHQ に占領された。連合国軍は、大日本武徳会が国家と結びついて、戦争遂行に加担したとして、大日本武徳会を解散させ、関係者1 3 0余名を公職追放した。 剣道の組織的活動は禁止され、明治維新に次いで二度目の危機を迎えた。昭和25年、1950年、全日本剣道競技連盟が結成されたが、剣道という名称が問題視され、全日本しおり競技連盟と解消。武道的性格を払拭したしおり競技というスポーツが生み出され、フェンシングのように、シャツ、ズボン、運動靴、 軽量の防具を着用して、袋しおりで打ち合い、ポイントを競った。審判員も洋服姿で旗を持つようになった。しおり競技は順調に発展し、昭和27年、1952年に中学校以上の学校体育に採用され、さらに同年国民体育大会にオープン競技として参加した。同じ頃、警察では、警防術、警防双方と称する、 市内の短い剣道のような練習が考案されている。昭和27年、1952年、サンフランシスコ講和条約発行に伴い、連合国軍の占領が解かれると、同年に全日本剣道連盟が結成され、剣道の復興が始まった。剣道としおり競技は、しばらくの間、共存していたが、昭和29年、1954年に、 全日本剣道連盟と全日本しおり競技連盟が合併し、しおり競技は廃止された。ただし一部のルールは剣道に引き継がれた。全日本剣道連盟は戦後の剣道を民主的スポーツとして実施する方針を示したが、純粋なスポーツにはなりきれず、剣道は武道かスポーツかという論争は現在に至るまで剣道界が抱えるジレマとなっている。 明治時代からの歴史的経緯により、現在も剣道は柔道と並び警察官室の十課、武道とされている。各警察署には道場が設けられ、署員が稽古に使用しているほか、道場を開放して少年剣道教室を開いている。警察官の中でも特に選抜された十課特別訓練員、特練員は主に機動隊に所属し、豊富な稽古量を保っている。 全日本剣道選手権大会や世界、剣道選手権大会日本代表の大多数は、特例院の警察官で占められている。昭和28年、1958年の中学、学習指導要領で、剣道、柔道、相撲が聖火体育とされ、今日に至っている。平成24年、2012年4月から中学校の、第一、 第2学年の体育で男女共に武道が必修になった中学校武道必修化。授業の他に部活動があり、日本全国の中学校、高等学校、大学等で剣道が稽古されている。一方で宗教上の理由により、剣道の履修を拒否して最高裁判所まで争われたことがある。神戸高専剣,剣道実技拒否事件。 民間企業の実業団による剣道部活動も行われているが、職務として剣道を稽古している警察官、自衛官、刑務官に比べると勢力は弱い。柔道がオリンピック競技となり、民間企業が大々的に参入しているのとは対照的である。戦前には日本人が移民したアメリカ、ブラジルや日本が統治した朝鮮。 台湾等で剣道が稽古されていたが、国際的なものではなかった。昭和45年、1970年、剣道の国際競技団体として、国際剣道連盟が発足し、同年に第1回世界剣道選手権大会が開催された。以来3年に一度開催されている。参加国は、第1回の17国から、近年は40国前後まで増えているものの、 世界柔道選手権、大会、110国などの逸話採用競技に比べ大きく劣っている。また多くの国では剣道具や指導者が行き渡っておらず、環境を求め来日する選手も少なくない。剣道の国際化に伴い、剣道をオリンピック種目にしようという意見が唱えられるようになった。これに対し全日本剣道連盟は、剣道がオリンピック種目になれば、 勝利市場主義や商業主義に陥り、剣道の持つ武道的特性が失われるとして、現在まで反対の立場を取っている。また、剣道は有効打突の判定基準が曖昧で、フェンシングのように電気審判機も導入されていないため、特に国際試合では審判が難しい問題もある。剣道の韓国起源説を韓国のコムド関係者が主張しており、 剣道の起源は日本ではなく、韓国であるとインターネット等で繰り返され、主張している。2001年に韓国で結成された世界剣道連盟は役員にテコンドー関係者が多く、剣道、コムドーテコンドーに習いオリンピック種目にすることを目指している。全日本剣道連盟は、上記主張に対して反論はしていなかったが、公式ウェブサイトで、 ある時代の中で出来上がった一つの文化を取り上げて、その起源を論じ、その発祥の地を特定の国だけにはめ込むことは、所詮無理なことしている。剣道の定義を日本で育った歴史的背景を持った剣道を指しています。としている。近年の日本では、剣道のオリンピック参入の是非とコムド問題が合わせて論じられることもある。国際剣道連盟が、 国際オリンピック委員会 IOC 参加のゲイスフ一時スポーツアコードに会社を加盟したのは世界剣道連盟がゲイスフに加盟する手続きを取ったため国際剣道連盟が本当の剣道の国際競技団体であることを公式に認めてもらうために加盟したとも言われている。全日本剣道連盟は昭和50年1975年3月20日に 剣道の理念、剣道修練の心構えを制定した。制定委員長は、松本俊夫、委員は、堀口清小川忠太郎、玉里義明、中野八十二、湯野正則、大島伊沢井上正隆、小川正幸、光光秀国、笠原俊明。剣道儀、袴の上から、死で、銅、面、小手の防具、剣道具を装着する。 面を着用する際には頭に手ぬぐい、面手ぬぐい、ンタオルを巻きつける。シデには通常名前や所属する同情名などの記されたゼッケン、シデネームをつける。基本的に裸足であるが、怪我等の理由でタビやサポーターを着用する者も,もいる。タビ、サポーターは試合の時も許可を得れば使用可能であることが一般的である。また、 試合地には識別用として、背中、胴紐の交差部に、紅白それぞれの目印、タスキをつける、全長70センチメートル、幅5センチメートル。剣道の稽古は、市内稽古と形稽古に大別される。稽古を行う施設を、道場という。近年では固有の道場を持たない団体もあるため、近隣の小中学校の体育館などを借りて行う、場合もある。 下記に行う稽古を、勘稽古、初中稽古という、市内、防具を使用する稽古、木刀、模擬刀、はびきで行う、形の稽古、道場によっては、自家進化下流法廷、一刀流各派、新刀無念流など、古流の形も稽古している。警視庁の警視流木立家た筑波大学の東京講師五行の形、小西酒造の修官屋の形など、 明治時代に制定された比較的現代剣道に近い古流型も存在する。また、全日本剣道連盟は、剣道人が日本刀の双方を学ぶための全日本剣道、連盟依を推奨している。形稽古としない稽古は、車の両輪と例えられ、いずれも体得が必須とされているが、形稽古は軽視されている。通常は防御を装着しているため柔道などに比べ、 比較的安全であるが、剣道特有の問題もある。2003年から2007年度の5年間における、高校剣道部での死亡事例は4人、10万人あたり1.2406人、年という発生率となっている。全日本剣道連盟では、剣道で起きやすい、怪我の救護法をまとめたハンドブックを販売している。防具を着用するため空調設備がない稽古場では、 夏場になると熱中症が発生しやすくなる。屋内競技における熱中症の発生頻度が最も高いのが同競技であり、死亡に至る前に医療機関を受診している例は年間数百件と推定されている。面打ち、引き面打ち、小手面打ちなど頭部、耳に受ける断続的な衝撃波や技を出す時の列切れの掛け声などで生じる聴力障害。 集団で行う、長時間の屋内練習で生じる騒音難聴、いわゆる、剣道難聴。練習量や個人差があるが、自備運行科などで、人工内耳や、補聴器で聴力の補完が可能。常に、すり足で移動し、打突時に急加速するという競技特性のため、他競技より、アキレス腱断裂が多いという報告がある。特に後ろ足となる左アキレス腱を打突時に、 断裂する事例が多い。稽古前のストレッチだけでは予防が難しいため、アキレス腱用サポーターを使用するほか、床下にはスプリングを入れるなどの対策もあるが、費用の面から対応した施設は限られる。高段者創業者で社員教育に剣道を奨励した野間清治は、稽古中にアキレス腱断裂をした経験があることから、野間道場の建設時に、 床下エスプリングを入れている。月による、コ口部や、首動脈の負傷、脳振動、市内の破片による眼球の刺し傷など。また、固定の打撃が逸れて上腕部に、市内の先が突き刺さる、肘に直撃したりすることも稽古中にある。肘や上腕は防具にとって、死角となるのでここに打撃を受けると、かなりの苦痛を受ける。打内が脇の下。 太ももに外されることもある。こちらも、かなり痛い。予防や処置、救急は、全日本剣道連盟剣道と、い、科学を参照。以下は全日本剣道連盟の場合である。試合は常に1対1で戦う。これは、団体戦の場合も同じである。選手は試合場に入り2歩進んで、お互いに礼をし、3歩進んで尊敬した後審判員の、 はじめの声がかかってから立ち上がり、勝敗が決するか規定の試合時間が経つまで、お互いに技を出し合う。原則として3本勝負であるが、1本勝負も認められている。板張りの床に境界を含め一辺9メートルないし11メートルの正方形、または長方形の試合場を作り、試合をする。境界は普通、白のラインテープを貼って分ける。また、 試合開始時の立ち位置は、試合場中心付近に、白のラインテープで示される。試合時間は、小学生2分、中学生3分、高校生以上4分、延長戦の場合には3分が基準である。しかし、運営上の理由などからこれ以外の試合時間を採用することも認められており、全日本選手権等の公式大会の決勝戦では、2007年、 平成19年から試合時間が10分に変更された。すべての技は、市内で防具の決められた箇所を打突するものである。これに、技を出す直前までの流れから、相い、抜き、返し、払い、すり上げ、引きなどの窃盗時がつく場合もある。有効打突、一本とは、である。審判員はこれに該当しているかどうかを判断して、旗を上げる。 反則を一試合中に二回犯した場合は、相手に一本を与える。三名の審判員、一名の主審、二名の副審から、なるが、紅白の旗を持ち、旗を上げることで有効打突の意思表示とする。二名以上が有効打突の表示をした場合、もしくは一名の審判員が有効打突を表示し、二名が、判定の危険を表示した場合、一本となる。また、 主審は次のいずれかの場合、止めの宣告と同時に、紅白両方の旗を平行に上げ、試合を中断させることができる。なお、試合中断は、復審から申し出ることもできる。その際に復審が、止めの宣告後、直ちに主審が、止めの宣告をして試合を中断する。つばぜり合いが紅着、紅着した場合、主審は、別れの宣告と同時に両旗を前方に出し、 両者を分け、その場で、初めの宣告と同時に両旗を下ろし、試合を継続する。別れの場合の試合時間は中断しない。勝敗は、試合時間のうちに三本勝負の場合二本、一本勝負の場合一本選手した選手を勝ちとする。また三本勝負において、一方が一本を取り、そのままで、試合時間が終了した場合にはその選手を勝ちする。 試合時間内に勝敗が決しない場合には延長戦を行い先に1本取った選手を勝ちとする。延長の代わりに判定あるいは抽選によって勝敗を決する場合、または引き分けとする場合もある。判定及び抽選の場合には勝者に1本が与えられる。団体戦における代表戦も原則1本勝負である。青年者は原則としてに刀流は禁止されていないが、 使用者の数は少ない。昭和初期に学生の間で試合に勝つためだけに団体戦において二刀流の選手を防御一辺倒の引き分け要因とする手段がよこしたため一部の学生大会では二刀を禁止するようになった。太平洋戦争後剣道が全日本剣道連盟のもとに復活した際も学生剣道会では戦前に習って二刀を禁止したために 二等を学ぶ者が非常に少なくなってしまった。ただし、伝統が断絶するのを危惧する声もあり、1992年、平成3年に、大学剣道、公式試合、商談審査では解禁された。しかし、交体連、中体連の公式試合、商談審査においては未だに禁止さており、また小学生、中学生は、申し合わせ事項で片手技は、 有効としないとされているため、高校生以下では事実上禁止されている状況である。二刀流の市内は、太刀と小刀を用いる。それぞれ長さと重さが決められており、男性の場合、太刀は三尺七寸以下、一刀の場合は三尺九寸以下、小刀は二尺以下となっている。長らく二刀流が否定されていたため、また、上記の通り市内も短く、 かつては二刀流の相手に対しては、胸つきも認められていたというハンデキャップがあるため、指導者、使用者とも少ないのが現状である。一種出会いとは、異なる武道との試合のことである。高野佑ロ郎が1920年、大正9年に表した、日本剣道共犯、P119P122 は重剣、やり、鎖鎌との戦い方が解説されている。 昭和天覧試合では、銃剣術との試合が行われた。現在は全日本剣道演舞大会など特別な大会で、薙刀との試合がエキシビション的に行われる程度であり、全日本剣道連盟と全日本薙刀連盟も公式内主試合のルールを整備していない。剣道専用の稽古場は少なく、学生、社会人とも似た競技と共用する、武道場や体育館や、 スポーツセンターの利用が主流である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。